はい、えー、皆さんこんばんはあなたの一歩ラジオこれが私のターニングポイントの時間でございます、えー、時刻は日曜日の19時を回りました主政クラブ昼の沖縄会場、公認あなたの一歩ラジオ、えー、の時間でございますこの番組はですね、えっと、毎週素敵なゲストを迎えし現在成功している方でも必ず様々な困難がありターニングポイントがあります 過去現在そして今後どうしていきたいかをお聞きしてリスナーのあなたの一歩なきっかけにしていただきたいという思いからお届けさせていただいております MC は株式会社一歩前のたてちゃんですさあそしてこの番組はですね各社様のご協賛によりお届けさせていただいております、えー、途中の CM をお聞きくださいなお協賛も、えー、とまだ受け付けておりますのでぜひよろしくお願いします そしてですね、えー、ギノアンヒルズ通りの FM ギノアンさんよりですね、こちら20時までお届けさせていただいております。最後までお付き合いください。えー、FM ギノアンさんの YouTube、そして僕、えー、私伊達のね YouTube の方でもえっ、ー、と見ることも一切できますので、お見逃しの方はですね、そちらの方からえっ、ー、とご覧いただければありがたいなと思っております。 はいということでまあいろいろのこうね、えー、サイマルラジオだとかでも実際聞くこともできると思いますが皆さんねぜひお聞きしていただきたいと思うんですけどもさあお待たせいたしました今日のゲストはですね赤丸ルソンザマミリさんですはいこんにちはもうね僕ね緊張するんですよなんで <laughs> なんでかね <laughs> なんでかじゃないですけどちょっとリオさんですごいこう緊張するんですけどすあのー 赤丸皆さんはね、沖縄の方は皆さんご存知だと思うんですけどちょっとどんな会社なのか両師さんちょっと教えていただけませんでしょうか赤丸荘は今年創業73年を迎えるお味噌とお醤油の会社でして、はい、現在は味噌と醤油以外にも油味噌とかドレッシングとかポン酢とか加工調味料をメインに作ってる会社です。はい、ににああります。今は,今は はい。まあ、そのね、ええー、りさん、りさん、あれですか、初代の方なんですか。私は三代目ですね。三代目ですよね。はい。そうそう、もともとは首里に、ね。そうですね。もともと首里城の近くにありました。はい、で、糸満の西崎の工業団地に移転して。はい。 もう三十年近くなりますね。なると。はい。まあそのお話だとかっていうことはまた後々お聞きしようと思うんですけども、まずはちょっと前半はですね。はい。良さんどんな人だったんでしょうか。今ねこれあのラジオの方はお分かりにならないと思いますけど、うん、YouTube で見てらっしゃる方はですね、こう見てくださいそのグラさんがねこう上にこうグラさんなのかメガネなのかちょっとわかりませんけど。サングラスです。サングラスです。<laughs> 一見ねこれちょっと怖そうにこう見える良さんなんですけど、僕はなんかすごいこう懐が温かい良さん。 なんですけど勝手に亮さん、亮さんって言わさせてもらってますけどあの同友会で、えっと、お知り合いにさなんお知り合いましてで、えっと、7つの週間ボードゲームを実際受けていただいて、まあ、そんなところの流れから亮さんちょっとラジオに出ていただきたいですとっていうお話にさせていただいてるんですけども、はい、そもそも沖縄の方ですよね、もちろん。もちろんそうです。で、えっと、高校まで沖縄にいらっしゃって、はいそ,ね、その後は福岡の大学に行きました。福岡の大学に行かれて、はいうん、で 就職そうですね7年ぐらい向こうにいましたあ<で>そうなんですかはいで帰ってきましたで大学で実際行って大学卒業後はどうか働かれてるんですか福岡ではいそうですね福岡の会社で、はあ、それは食品関係やっぱりいやなんか怪しい会社でしたね <laughs> なんか、ね、いろんなものをこう <laughs> どんな使いやすか怪しいのってなんかねいろんなもの売ってる会社でしたけどはい 騙して売るよハハ <laughs> そうなんですか、うん、でそこでその何3年4年ぐらい 2>, 2年ぐらいですね2年ぐらい働かれて、うん、はいでえっとだったんですけどまあでもそちらで働かれてもちろん会社はねえっとおじいさんから多分継がれる会社だと思いますけどで向こうでお仕事されてどんなタイミングでこっちに帰ってくることになったんですか沖縄にちょうどね、はい 学生の時ちょうどもうバブル絶頂期で世の中に出た途端バブルがはじけるようなちょうど平成に変わった時代でなるほどやっぱりあのご多分に漏れずブラック企業で、はい、どこもね、はい、当時ブラック企業なんて言葉もないんですけどやっぱりそれでちょっと挫折しちゃって、はい、でやめてで一回帰ってきたみたいな感じで<あ>また戻るつもりがえ今の。 会長に捕まってですね。はい。手伝いと言われて。あ。そうな最初はアルバイトでした。あ、なるほど、あ、そうなんですね。うん、じゃあ、ああれですか。なん、一回ちょっと変え、た実はですね。あれなんですよ。ちょっと前に、あの。ラジオ収録させていただいた方、あの株式会社カリタスのネバシネタス。ねば。あ、ねばしさん。はい、はい。はい ネバさんともお話しさせていただいて「いやブラックでしたよ」ってみんな泊まって仕事してましたしみたいな話をしてましたそう彼女も、ね、同年代だもんねそうですね 55?、うん、っていうそうそうそうはい共通の友達がいるんですよはい彼女とはそなんかそのいや僕も完全ブラック だったので、まあ、朝6時から夜中2時まで実際働いてましたからだからそんなブラックたな、まあ、当時はブラックって言わないですし、まあ、でも結構面白かったですよねとかそんな話をさせていただいてたんですけども亮、まあ、さんもその実際こうブラックユーに入られて、うん、でいろいろあってこちらに戻ってこられて、はい、でもあのー、あれじゃないですかね鹿児島のなんかに行かれたとかって話をそうですね手伝いと言われて、うん、何をするのって言ったら、はい、鹿児島に行ってこいって言われて。 何それを会長に言われたんですか。会長に言われた。はーみたいな感じ。何するので鹿児島行って来いと。鹿児島行ってこい。鹿児島では何してあったんですか。あの選挙活動です。選挙で怪しいやん絶対。選挙怪しい。選挙応援しに。選挙応援しに行ってこいと。そうそうそう。そのえっと銀さんの。銀さんの。その応援しに行ってこいと言われて。鹿児島行って。はい。で鹿児島行ってなんとなく。 そんな感じで行かれたと思うんですけどなんか結構運命的な出会いがあられたっていうふうにお聞きしたんですけどそうそこのあの選、ー、対本部の、はいえー、議員のなんていうの応援,応援する人なんていうんでしたっけ選挙対策本部の応援する人ボランティアの人ボランティアじゃなくて <laughs> <laughs> 応援する人あえっ、ー、と何講演会の会長みたいな人の、はい、がいて、はい その娘さんがそこにいてですねいらっしゃって、はい、うわっみたいな感じでそれはあれですかいい意味のそこう男ばっかりの中にそのこう一点いて、はい、で ローラー作戦とか言ってはい、はい、海行ったりして <laughs> 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 ね。じゃあね誰に誰の票を取りに海に行ってたんですか。彼女の票。<laughs> <laughs> なるほどね。うん、そうそう。あじゃあそのある彼女がいらっしゃって、はい、でそのある彼女とんご健康されたんですか。そうですねそこに二週間いて、はい、まあ選挙通ったんですけど、はい、で。 遠距離恋愛が始まりまして。あ、彼女は鹿児島。うん。で、えっとお嬢さん沖縄はい。どのぐらい遠距離恋愛？一年半ぐらいですかね。<ー>そっからまあ結婚することになったって感じですね。あ、なるほど。うん、どんなところにその彼女にまあ後々ね奥さんになられる方ですけど、どんなところに惹かれて？どんなところ？うん。 うん、まあ色が白くて <laughs> 見た目は、まあんまり見た目ですよそれは <laughs> もちろんビジュアルから入りますから <laughs> はいはいはい引かれて、うん、そうまあま若かったですからね彼女もあの時21とかじゃなかったかなーさんはおいくつ、ね、僕は26ぐらいあそっか、まあ、とにかく美人でした、ね、美人うん、うん、こギャップがし激しかったんですお父さんが、はい、もう あのヤクザみたいな <laughs> もう風貌でパンチパワーでね体格もまあ土建屋の社長だからこの人の娘みたいな感じで <laughs> そのギャップの激しさで, <laughs>、はいで「お前殺されるぞ」って言われて <laughs> 手出したら「<laughs> <laughs> お前よく <laughs> あの手出したな」みたいな感じで周りから言われて<笑><笑>怖いもん知らずだった じゃあですねまた猟友会の会長とかやってる人だから猟友会でしょ猟友会じゃなくて猟友会の鉄砲ね。あね家に銃がいっぱいあるんですよ散弾銃とか車にショットガンとか積んでとかレミントンの「お前撃たれるぞ」とか言われてよく鹿児島の天文館とかデートしてたから目撃されるんですよ鹿児島狭いですからねみんな知ってるわけ 鹿児島の人鹿児島の人みんなじゃないけど、はい、その関係者の人たちねはいはいはいでバレてたんだけど最後の最後までお父さん知らなかった <laughs> あお父さんだけ知らなかった <laughs> 俺だけ知らんって言って最後めちゃくちゃ怒られて <laughs> 正式にもらいに行った時にみんな知ってるんだけど俺だけ最後まで知らんかったって言ってそこに怒られる怒られたんだけどまあ歓迎されてはいはい ね、歓迎されて結婚しましまたなるほど、はい、じゃあご結婚されてですけど沖縄にこう実際ね一緒に戻られてっていうことになられますけど、はい、あの赤丸荘はえあれですかお父さんとかおじいちゃんがやってらっしゃって両がついたっていう感じ祖父がまあ創業者で,、はいはい、で私のいとこにあたるのが。はい まあついで、二代目として。はいはい、あ、二度、い、いとこさんが、つがれたんですね。うん、代先代に、まあ、男がいなくてですね。はいはいはい。この、いと、いとこの中から、元気いやつを、こうピックアップして。うんうんうん。元気いやつ。はい。それが、まあ、会長なんだけど今、今。で。まあ、私が、こう。うん、なんとなく、三代目みたいな感じ。<laughs> え、なんとなく、三代目、なります?。普通な。なった、なっちゃったんですよ。なっちゃった。みんなびっくりしてましたから、私が。 社長になった時はそじゃあいとこの方2代目の,その今の会長さんは、うん、結構ご年配の方なんですか一回りちょっと違いますね<ー>結構離れてますまあだからこう小さい頃から、はい、お兄ちゃんみたいな感じで仲良かったんで、はい、とは言ってもうさん今50ですよねで会社長になられて何年ですっけもう20年ぐらいですねちょうどですよねはい で言うということを実際まだ三十五ぐらいの時にあの三代目になられてらっしゃるっていうことは二代目のそのいとこのお兄ちゃん的存在の二代目の今の会長さんまだまだお元気じゃないですか元気ですよはい、うん、でまだまだお元気なタイミングでえっ、ー、と三代目にこう実際になられたはいなんか理由ってあったりするんですかまあうちはあの、はい、グループ企業があって言いましてはい十二三社ぐらいあるんではいでいくつかの役員を、はい はい、会長も知ってるんで、はい、多忙な方なんでなるほどそれで赤丸層は私が引き受けたみたいな感じであそうなんですか、ね、はいなるほどじゃ,じゃあそのうんじゃあいっぱいいろいろこう手が回らないところも実際あるからじゃあここはその量頼むよみたいな感じで引き受けられたっていうことになられるはいそんな感じですねなるほどたださじゃあその、まあ、ドレッシングであったりとかそのお味噌の話なんですけど以前僕もその漁さんとお話をお聞きして、まあ、実は今日僕朝から 野菜食べようと思って、はい、あの切ってきたんですけど、まあね、切ってきたってあのレタスキャベツか、うん、キャベツ切ってきたんですよねでキャベツ切ってきて僕る、まあ、今50ですけど子供の頃の調味料ってそもそもマヨネーズと醤油塩ぐらいしかこんぐらいしかなかったですけどそうですね今本当そういう意味ではもう調味料の種類がすごいですよね<今>なんか半端ないでしょなんかやたら もうすごいですね。こう、うん、まあ、ご当地に行くとね、いろんなのがありますよね。うん、私、なんか、なんか、やたら、こんなにドレッシングって、いきなり増えた、いきなり増えたというか、なかったイメージなんですけど。いきなりこう増えたと思うんですか。これいつぐらいから増えたんですか。四十年ぐらい前だと思いますね。多分。四十年前。うん 1980年うちもドレッシング始めたのがだから25年ぐらい前ですからその当時は本当えなんで赤丸層がうんうんう油屋さんがなんでドレッシングやるのっていうような時代で量販店のバイヤーさんも分かんないんですよドレッシングがあるんだけどキ p ーピーぐらいかな。はははははい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 、はい あるんだけどで、はい、やっぱり最初は売れませんでしたねおっしゃったようにマヨネーズとか塩とかね、うん、沖,縄だ沖縄あるあるだとこのエゴマヨネーズにケチャップを入れるっていうねあ聞いたことあるそれこれがサウ,ザンサウザンアイランドではないけどはい、はい、そのエゴマヨネーズとケチャップのドレッシングっていうのかなそれが一般的だったんですよあなるほど えそんな中にでもですよちょっとはその、まあ、これあのえっ、ー、と一回 CM 挟んでからお聞きしたいなとかってと思うんですけども、まあ、そもそも味噌醤油屋さんだったのが、うん、ドレッシングまあ新事業になりますよね新展開になるんですかねそうですね今だ,今だともう普通なんですけど、はい、新事業ですよね、うん、なんか40年くらい前に福岡のあるあの外食パ,パスタ屋さんですけど名前言っちゃうとすぐ分かるんだけど、はい、はいはいはい そこがやってるドレッシングが受けてそれを商品化したあっそれはそのそこが和風ドレッシングなんはいはいはいしょベースですねやっぱりしょうゆと油と玉ねぎとか野菜ですよこれを刻んでこれをパスタ屋さんで出しててそれが人気があるもんだから商品化してそっからこう分離液状ドレッシングっていうんだけど油を使ったねはい。醤油ベースに油ベースに。 これがあの商品化してすごく流行ってる、はい、でいろんなメーカーが、ま、あの特に味噌醤油屋さんが、はい、醤油ベースなんで、はい、参入してきて、はい、それが、うん、一気に30年ぐらい前からです、ね、もう市場を、うん、に出てきてそれがう,うちもあの九州のメーカーさんから指導を受けて始めたという経緯がある。 なるほどじゃあちょっとその中盤はですね CM 挟んだあとその話をちょっとお聞きしたいなと思いますじゃあ一旦ここで CM 入りまーすなかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへそれは深層筋の強いこりが原因かもしれません北京道首里移住治療院には深層筋へ安全に針をする技術があります本気で治したいとお考えの方北京道へ是非ご相談くださいムム痛いけど超きく ファミリーシーサーウェディングシーサー新築誕生日退職のお祝いにもらって送って嬉しいさあなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします美ら海水族館から車で1分シーサー作りも体験できる「マイマイシーサー」でした「マイマイシーサー」で検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み時間を失う悪習慣が原因かもしれません「ハートブリッジ桜井」です 私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています。忙しさを手放して収入を維持したい方、ハートブリッジ桜井にご相談ください。アクティングコーポレートソング、スポットライト、バイ、ローカルコネクト。 眠りの浅い方眠り草本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める詳しくは泣き人眠り本舗で検索はい、えー、皆さん改めまして本日のゲストはですね赤丸ソウの座間美涼さんでございます。さああ前半、あのー、ね え大学の方行かれてそしてとあのやんちゃなお父さんの、えー、と娘さんをゲットされてですね <laughs> 沖縄にお越しになられたとお帰りになってこられたと思うんですけどもまあそれからまあいろいろ天気その味噌っであったり醤油を実際メインでやってらっしゃるところから、うん、ドレッシングであったりとかいろんなこう躍進をされてらっしゃるっていう僕イメージあるんですけども、あのー、そもそもあの油味噌はい、はい、がうん。 どうやって売れたのか油味噌は最初この清京、はい、さんってもう言っちゃっていいのかな <laughs>、うん、バイヤーとこう話してる時に、はい、赤丸総さんってみそ屋だけど油味噌ないのっていう話から「じゃあみそ油味噌作ったら売ってくれますか?」っていうところからスタートして「油味噌っていうのが、ねはいはい、あなるほどじゃあそもそもこっちが考えてでも商品企画とかめちゃくちゃ考えられるんじゃないですかいつも。 だからその辺がスタートでしょうね、はい、多分ね<ー>うんまあ油味噌って普通はもう一般家庭で作るんで、はい、当時はやっぱり売れないんですよあなるほどあのお茶みたいなもんですね多、うん、いお茶いそうそうそうだんだん売れるようになってはい、はい、で今ではもう家庭で作るんじゃなくてねスーパーで買うみたいな感じになっちゃってるんですけどじゃあそのお客さんから言われて作,作らないのとって言って作ったのが油味噌と。 でもじゃあ油味噌でそで沖縄の方で最初は売れませんでしたっていうことですけど、まあ、徐々にこう認知度が上がって売れていくようになるんですけど何かきっかけってあったんですかきっかけは何だろう <laughs> 一応まあこうプロモーションはするんですよ店頭ではいどうやるかって言ったらちっちゃい小皿にご飯のっけてねそれにって ちちっちゃいスプーンでねはい、はい、アイスクリーム食べるような油つあるいそをのっけてそれをこう食べさせるようなプロモーション、はい、地道にスーパーの店頭でやって、はい、そうやって少しずつ定着させたっていう,うその人材を僕たちグッド d ルが出してました。 心臓やけで、セールスプロモーションで。マネキンさんも使ってましたよ、自分でもやってましたけどね。その時はあれですか、もう社長になられていらっしゃるか、ね。ええ、全然ですよ。あ、全然。うん、なるほど。じゃ、その中で、あのー、まあ、ただ。ね、沖縄では実際、油味噌ですけど、僕、その内地の人間ですけど、やっぱ内地では、やっぱ馴染みがやっぱりない。んですよ。内地。そうですね。はい。まあ、肉、なめの、なめ水み,みたいなものは、どこの国行っても。 はい、ありますけどね似たようなのは、はい、でもあるんだけどでもあることがきっかけでちょっとバッとこうヒットしたっていうようなことはあったってお聞きしたんですけど名前を変えたとか場所を変えたとか。まあ沖縄ブームが、はいはい、始まる前後かなこう。 ああるある大辞典っていうやらかした番組があったんだけどあれであの油味噌が沖縄のアスリートが合間休憩の合間にこの油味噌おにぎりを食べてるみたいのを放送しててでうちの商品がチラッと映ったんですよそれだけで注文が殺到しちゃってはあそれそのパッケージうんとかにパッて映ったってことですかテレビでほんとチラッとですよで注文殺到 注文突然県外から注文が殺到してはあじゃあテレビのおかげでヒットした、うん、テレビのおかげ多いっすねうちはあお客さんに言われて作ったテレビのおかげでヒットした <laughs> なるほどでちょうど今その沖縄のそのチュラさんブームって2000年ぐらいの話ですか今の話そうその前後かなそのチュラさんブームが来てはい、はい、まあ油ミスをしっかりうん。 まあその時ゴーヤチャンプルとかですねういったのがこう県外からのまあ沖縄県もこうパイロットショップをね銀座に出してね今もありますけどね、はい、ああ有楽町か、はい、そういったのブームがいろいろ全国的に波及してう,ん、うん、うちの商品もこう全国的に流通していったみたいな、はい。なるほどははでもそのあれじゃないですか、あのー、赤丸層といえばじゃないですけど関西の方 ではあのー、まあ言ったらゴーヤってあんまりイメージゴーヤっていう名前よりも苦織りのイメージだったんでですすよねね昔はうりだから全然なんかおいしくないというか苦いし子供的には嫌だみたいなって感じがあったんですけど、うん、でも実際その,、えー、とそのチラさんブームが実際あった時に、うん、まあゴーヤも一つヒットというかなんか沖縄では結構これ食べてるらしいみたいな。 うん、あったと思うんでですよねでその時にあれですかなんかオ御ンも実際こう作られた今だったらチャンプルーがすごいチャンプルーの元であったりとかそんな絵だとかっていうのも実際作られたと思うんですけどそうですねたまたま,、うん、まあゴーヤーチャンプルーチャンプルーの元っていう液体のソースがあってそれがどっかからおはようまあ弁当屋さんなんですけどね大きい弁当屋さんで。はい これをこう氷用に商品化したらどうかっていう話がこうテーブルに上がってきてチャンプルーの元じゃなくてもう特定した方がいいと、うん、ゴーヤーチャンプルーとそれがこのチュラさんブームでちょうどこのねガレージセールがねゴーヤーマンって言ってはい、はい、ありました僕見てなかったんですけどテレビあります。<laughs> これでゴーヤーっていうのが全国的にね、はい、認知されてそれと 同じような形でうちのゴーヤーチャンプルっていうのがこうあそうなんだ、うん、全国的に、まあ、大きいね当時のジャスコはい、はい、からあのオファーがあって展開したっていうのもあったんですけど、はい、まあその前にそのさっき名前出た大阪の関西スーパーさんで扱ってもらったっていう経緯もあるんですけど。 それれもあれですよねなんかどうもお聞きするとうさんがどんどんこうアピールしていくっていうよりもお声かけていただいてることが結構多かったりするん,、うん、なんかのタイミングですよもただそんなんって地,元地道な,なんかもともとオファーしてたりとかバイヤーさんとの関係作ってらっしゃったりとか、うん、そんなことが実際あって実を結ぶっていう風なイメージが多いんですけどやっぱそういうことは結構やってらっしゃったんですかその やってました、ね、<あ>もうこう頻繁に足を運んでいってうん、うん、仕事になるんかならないんかわからないようなうん、うん、すぐ実績としては現れないんですね我々の商売ってこう地道な商売なんで、うん、それが今になってるんですけどうん、うん、地道な活動をしてましたこのだからさっきも言ったようにこの店頭でプロモーションするなんてねうん、うん、これもこれでコストかかるしかかる本当これって地味な活動なんですよ。うんうん、ドレッシング 売り出す時もそうやっぱりそのまあ僕イメージ勝手にですけどあのすごい寡黙で静かでどしっとしててっていうふうな亮さんのイメージなんですけどなんかでも逆に言うと何、うん、んですかね一気に大胆でガンっていけるようなイメージがあるんですけど基本的にはやっぱコツコツやってらっしゃる方のご自身を分,分析されるとそんな感じですか 振り返まあそんなのが実際これであったりいろいろうーんとシークアサポンズのことであったりとかいろんなことのターニングポイントがわはあったと思うターニングポイントというか売れてるようなきっかけっていうのがあったと思うんですけど、まあ、今この番組「ターニングポイント」のこ実際お時間なんですけど涼、うんまあ、さんどうも今お聞きするとこうやんちゃで元気に、あのー、生活してらっしゃって。 なんかあんまりこう問題があるというかなんかそんなことがあるようにないような感じがするんですけど僕はね<今>いやいやもともとそんなイメージが実際こうあるんですけどいやいや問題だらけですよ <laughs> そのなんか社長就任された何年か後に結構なんか大変なことがあったってお聞きしていやもう最初の話じゃないですけどもうブラック企業でしたからは、うん、はい、はい<僕>御社持ってくるんですかそうですよ。はい 私自身もブラックでしたからね、色白ですけど、お腹,腹の中、どす黒いわけですよ、<laughs> 自分で言うのもう、はい、社員なんかもう、本当に、この野郎みたいな感じで、<laughs> 全部社員のせいにしてたから、もともと、もともとだから、会社なんかまとまるわけないですよ、だってこう、もう、今はもう、ポジティブだけど、うん、まあ、ネガティブなんですよね、うんうん、やっぱり考え方とか、行動が。 だからそれがもう,こう、なんていうの、マイナスの要素を発するからもう、あ<ー>だたまらんすよねその、一緒に仕事してる職員の人たちは。はい、それは雰囲気、いいわけないですよね。いいわけがないえ。ネガティブオーラも出してるし、文句も言うしって感じってことですか。あんま口に出さないからよくないんですよね。<laughs> 余計怖いじゃん。余計怖い、いや、確かに <laughs> なるほどえ、それで何があったんですか、なんか。 大変ななんか社内の、うん、そう突然全社員が辞めるとか言い出して <laughs> 社員辞める <laughs> えそれはあれですかやっぱりその働きがいがないというよりも働く環境はやっぱりいやそれ原因はの、うん、まあ社内のパワハラなんですけど、はい、私じゃないですよ、はい、はいはいはい一応聞いておきますその頃はかなり改心しててもうしてた時代なんで <laughs>、はいはい ただやっぱり内部でそういうパ、ね、ワ、うん、ハラが発覚してそれをやってる2人がいてですね、はい、でこの2人がいるともう続けられないと嘆願うう、うん、書、まあ、みんなの嘆願書が出てきたりしてなるほどでも電話はかかってくるし、うん、夜飲んでると飲み屋にも来るし社員がでもこう本当にねエイヤーで何も考えないで首切ってその後訴えられて大変だったんですけど、うん、あなるほどそういうことか。 ただそれがあって今があるっていうのはもう間違いないなですねその当時の管理職がそのまま今残ってるんであそうなんですやめずに、うん、じゃあそのしんどい時の状態を知ってる方々っていうのがじゃあ一緒にこう量産が変わることによって頑張っていこうみたいな感じになって変わっていったってことですかですねこれがどんどんこのマイナスの要素から負の要請と変わっていくとなるほどえ負の要素に変わっていくんですか プラスにね。ああ、そうか、そういうことですね。そうすると、やっぱりこう事、うん、業っていうのも自然とこのいい感じでいくんですよね。そのきっかけになったのは、まあ、お知らせな、させていただいた同友会。そうそう、ちょうどその時、同、はい、友会も入会してて、二年目ぐらいですかね。はい。で、その時の本当にこう。すこんと神様に足元救われたような感じの状態で。うんはい、なんか一気に目が覚めて。はい。 で勉強しななないいいとみた同友会の先輩たちを見てね、うんまあ、いろんなことを教えられて、はい、そうじゃないよと。はいうん、なるほどその同友会の先輩たちを見て、ね、勉強しなきゃいけないなんですけども、うん、あのすごくこう心に響かれた、まあ、言葉というか勉強される中でそうですね、はい、やっぱり、まあ、きょ去年亡くなられた京す、はい、ラ創業者の稲森さんですね。はいはい まあ彼が主催している「清和塾」っていうのがあってですね同友会入った後にまあとに「同友会」でスイッチが入って、うん「で清和塾」っていうところにも連れて行かれて最初はこうあのまあ塾長はこう淡々と喋ってるんですけどね、はい、最初びっくりしたのは原稿を読むんですよね講話で、はい、原稿を読むんだと思って、はい、単調なんですよはい、はい。だけど逆にそれがいいんですよね うんうん、でもやっぱあのそういう稲盛哲学ですね京、はい、セラフィロソフィーっていってねそれを学ぶことによってこう,うちの先代が作った社訓っていうのが9つの社訓があるんですけど、うんはい、それがこうクロスして稲盛さんの考えか稲盛さんが言ってる言葉で一番好きなのが「はい、同期善なりや獅子なかりしか」っていう言葉なんですけど、はい、そっかうちの先代はこれなんだっていうのを あ実際に先代とはもう10歳ぐらいで亡くなってるんで喋ったことないですしはい、はい、しゃ喋ったことあるけど、はい、まず仕事の話なんかまずしないですね,ですね、うん、私が継ぐなんて思ってもいないし、うん、その時点で、うんうん、だけど、まあ、稲盛さんとかその同友会の先輩たちを通してこう,うちの先代の,その経営哲学みたいなのを知ることができたってなるほど そうですか、うん、その同期全なりや指針なかりしかっていうのはどういうい意味なんですかあのやっぱりね指針だらけなんですよねよく稲森さんの言う言葉は利他の心って言ってねうん、うん、で逆は利己じゃないですか,、はい、だからさっきの話じゃないんだけどもう利己的なんですよとにかく、はいまあ、経営者って利己的じゃないとある程度。はい あの利益上げることできないんだけどそれだけだとさっきの話じゃないけど、うん、どっかであの歯車がおかしくなって、はい、足元救われちゃうんですよね、はい、やっぱりつどつどっかで立ち止まって反省して、うん、修正していかないといけないんですよこれでいいのかと今の現状をビジネスにしてもそうだけど、はい、人間的にもですよ、うん、それを教えてくれたのが稲盛さんこうリ利他の心」っていうね 何利他の心みたいな最初どういうことですかって仏教ですけどね利己的なんですよとにかく利己じゃないとね収益上げられないんだけどでも時々利他にならないと確かにだからうちの先代はこのやっぱりその戦後ねこの何もない沖縄の中からやっぱり若者のためっていうことでうちの会社も立ち上げてビール会社も作ってるんであなるほど あの、あ、なるほど。わかります。いや,いや、ありがとうございます。じゃ、ちょっと今その稲森さんのお話も実際お聞きさせていただいた上で。一旦、ちょっとここでですね。あのー、両ソングに入りたいんですけども。はい、えー。スティングの何スティング、なんでしたっけ、タイトル。レオンのエンディングのシェイプオブマイハート。なかなか取れない痛みに悩んでいるあなたへ。それは深層筋の強いこりが原因かもしれません。 北京道手裏維持治療院には、深層筋へ安全に針をする技術があります。本気で治したいとお考えの方、北京道へぜひご相談ください。むむ、痛いけど超キく。ファミリーシーサーウェディングシーサー。新築、誕生日、退職のお祝いにもらって送って嬉しいさ。あなたのお店にぴったりのオーダーシーサーもお作りします。チュラミ水族館から車で一分、シーサー作りも体験できるマイマイシーサーでした。 ママイマイシーサーサで検索働いても働いても時間が足りないあなたへその悩み、時間を失う悪習慣が原因かもしれませんハートブリッジ桜井です私は経営者向けに時間と成果、最大化の支援を提供しています忙しさを手放して収入を維持したい方ハートブリッジ桜井にご相談くださいスポットライトが アクティングコーポレートソングスポットライト by ローカルコネクト眠りの浅い方眠りげさ本舗にお任せください沖縄伝統野菜クワンソウ。クワンソウは安眠効果がある健康食品として昔から親しまれてきましたよく寝て翌日すっきり目が覚める 詳しくは泣き人眠り草本舗で検索。はい、ええー、りょうさん、ありがとうございます。さあ、お聞きいただきましたスティングのなんでしたっけ。シェ,シェイプオブマイハート。はい。<laughs> これ、突然ね、その音楽のそのリクエストのところに、こう実際行きましたけど。まあ、いろいろ、その芸能実際、こういろいろ問題があった中で。同友会から、清和塾に学ばれて、稲森さんの、その。あのー、一番響かれた同期全なりや指針なかりしかっていう言葉を実際得られてですね。うん さあお仕事も実際やっていただくやっていってる中でさあじゃあ家庭の環境も実際あるのかなとかって思ったりするんですけど奥さんとねあの両友会の会長をやってらっしゃるお父さんお持ちの奥さんとねご結婚実際こうされてからなんですけどその奥さんが好きだった歌が今のまあスティングさんがすごい好きだったっていうようなことなんですよね奥さん。 アーテティィスストっていうかそれがスティング、はい、僕はポリスが好きなんですけど <laughs> 違うところ来るんんかい <laughs> すみません、まあ、もちろんポリスイコールスティングなんだけどで嫁さんもスティングが好きだったんで、はい、ライブも見に行ったんですけどね、はい、マック・アリメッセのこれがんでその今うさんのその、まあ、思い出というかこの曲になっているのかということもちょっとお聞きできればなとかと思うんですが。うん 奥さんとの、まあ、思い出の曲っていうことになると思うんですけどそうですね妻が5年前に病気になって、うん、はいでまだこう体が動く状態の時に「はいスティングがのコンサートライブがあるとはいそれ見に行こうって話だで、うん、そういうことなかったんだけど、うん、東京まで行ってね見に行くの。はい その時それから見に行ってどんどん病気が悪い方向に行っちゃうんですけど3年前に亡くなったんですけどその告別式にもスティングの音楽を流してねただこの音楽は「シェイプ・オブ・ハート」は流してないんだけど流してないこれ葬儀屋がね「何流しますか?」って「スティング」って言ったら「 スティングの My Heart あのバラード、はい、スティングのバラード系の CD 買ってくればいいのに、はい、ハード系のや <laughs> <laughs> もうこれ違うよ」って言って「もういいよ」って言って流したんだけど, <laughs> なるほどまあでもそのね今こうさらっとその奥さんね今高いって話をお聞きしましたけども先ほどのターニングポイントのところで奥様との関係ってもともと良かったんだ ですかそのまあねさっきの話のようにブラックですからは、はいね、家庭もブラックですよ夫としてもブラックです超ブラックもういっぱい泣かしてましたからうん最悪じゃないですか、うん、いろいろうんあの嫁さんの親父さんに土下座したことありますあマジです、うん、それは何であの帰っちゃって 実家にで親父が「もう俺がお前の子供を育てるときって、はい、いやいや勘弁してください <laughs> 私の子供ですけど」って言って土下座して謝ったっていうことがあったけそれはあれですかそのすかそうですねあっさりですね、はい、でその実際そのこともありでやっぱり関係も実際仲あんまり良くなく、うん、あんまりとまあブラックであり で会社は実際、ただ同友会から学ばれて今、まあ、いろんなこと、ね、稲森さんのことを学ばれてから家庭の方にもやっぱり変化あったんですかそうですよねだから仕事もうまくいきだすと家庭もうまくいきだすみたいなだから稲森さんの「この清和塾の機関誌」っていうのが175冊ぐらいで177で終わったのかな解散までに。はい そうまあ、他の書物もいっぱいあるんですけどその中に稲盛さんって本当に家庭を顧いみなかった人でうん、うん、子供の関係っての一切やってなかったです、はい、けどこの一番引っかかったのが、はい、その家庭を大事にできない男が仕事を会社の社員も幸せにできるかみたいな。はい 行ぐらいですよこれを見た時にも衝撃を受けて確かにそうだよなって家庭庭幸せにしてるつもりですよね男って子ともとも休みの日は遊びに行くんだけど面倒も見るんだけどでもやっぱり家庭を大事にしたいなとそこから変わるわけですねすぐ変われないけどね。 なるほどそのまあとは言われても頭じゃ分かるけどなかなか行動とか気持ちに変えられなかったりするのが、まあ、一般的な人じゃないですかそんなことを見たとしてもでもそのそれが亮さんがその家庭をえ、えっと、大事にできないしっかりできないのに仕事も,もちろんできるわけないっていうことを見て何を変えられました行動として変えたのはうんだからやっぱり追い込みましたよね自分自身をね あ追い込んだい,いろんなところに行って、はい、やっぱ自分で変えるのは無理なんで、はい、やっぱいろんなところに、まあ、お金も使ってね、はい、いろんなこう経営者が受けるハードな研修みたいなのにも行ったりど,、はい、まあどういう会も頻繁に参加して、はい、でしてこう自分をこう磨き上げていくうんだからいの稲盛さんも言ってるのは、はい、とにかく魂を磨けと、はい、その磨き続けるっていう、はい。 それをもう徹底的にやってきまましたねうーんなるほど、まあそうですよねなんか一つのことを実際知っても、まあ、聞いても頭じゃ分かってるけど実際できてないことっていうのがやっぱりいっぱいありますし何回も何回も聞くことによってやっぱまた同じ言葉を聞いても自分も、うん、と言いましめることも実際できるでしょうしああやっぱりできてないなと思ってもう一回自分もやりましょうとか。 ととといいいいうことにこう変わっていってたりするんじゃないかなか思います、うん、あの7つの習慣ねボードゲームを受けていただいた7つの習慣のスティーブン・コビーさんも言ってますけど1から3は自立4から6はコミュニケーションなんだけど7つ目っていうのはそれを1回成功してもずっと磨き続けなきゃいけないよやり続けなきゃいけないよっていうようなことがまあそれこそ魂を磨くっていうことの一つにも近いところになるんじゃないかなとも実際思うんですけどなるほどそれがあって、うん、ねあのまあ 家庭でも、うん、と気持ちが実際変わられてでもやっぱり奥さんが3年前ですかね亡くなられのの、ね、そうですねはい。 やっぱりなんかいろいろ僕も以前諒さんに事前にねお話をお聞きしたんですけど、うん、あこんな壮絶な感じだったんだとか諒さんから僕はすごい想像できない今ラジオでこう1時間弱ぐらいできゅっとまとめてお話をさせていただいてますけどいやなんかすごいなんか人間味があふれる方でそんな辛いとかしんどい思いがあって今の諒さんが形成されてるんだなということをすごいまあ感じたところではあるんですけどさあ をちょっと今からの話を今度はちょっとお聞きしたいなって思うんですが、はい、うんともとその修理にあった赤丸荘、はい、まあ移転されてなんですけど、うんうん、今後両さんが実際こうされたいこと、そうですよ、赤丸荘通りっていうのが修理にあるんですよね。はい、今もあります。あナビで出てきますし、うん、あ赤丸荘通りに住んでるんで、両さんいつも夜、はい、う帰るときタクシーの運転手に修理、はい、の赤丸荘通りねって,言って。はい。 ほぼ9割知ってだから僕全然、ねえー、とこっち来てまだ2年のところもあるんで全然知らないんですけどけどもともとその首里に赤丸層が実際あって、うん、やっぱりその、ね、移転して30年なんだけどあの首里のっていうふうに言われることやっぱり多いんですよねまあ未だに首里のイメージはいま、うんうん、だにっていうかもう首里のイメージはもう外せませんよね。うん,うん 赤丸総イコール今後逆にあの逆にじゃないですけど今後どうしたいのかあの赤丸層を亮さんがっていうのは、うんまあ、社内でもビジョンとして話はしてるんですけど、はいはい、実際に物件探しもやったんですけど、はい、このやっぱり赤丸層の看板をもう一度出したいと趣里に,にですね、はいうん、どんな形でもいいなと思うんですけどまあ、うん、ショップですよね。赤あった時はこの ネオンの看板がですね 3m ーーぐらいの、はい、ネオンの看板があってそれが那覇の牧師からも見えたっていうの<ー>まあ高い建物が昔はないからその年配の方がねそういう話を知ってる人はね。だからもう1回この 層の看板をねネオンで作ってね今ネオンじゃないけど今は何だろう LED?LED かあえて LED で作ってもいいんですけどショップやりたいなって実際物件も探したんですけどなかなか修理は駐車場付きは難しくてなるほどそんなにすぐ急にじゃなくてもいいんで根気よくちょっと物件探し続けて直営店ですねでそこで僕は店長やろうと思って。 <laughs> それ面白い <laughs> なるほどでもでもっていうかそのあれですよね昔の、あのーまあ、これちょっと余談ですけどやっぱり僕も今50で子供の頃に実際行ってた場所とか、えー、なんかあのイメージがあるっていうことにもう一回そこに行ったりするとなんかその当時のことを実際いろいろ思い出したりも実際しますしやっぱり人のイメージって、ね、残ったままに。 ななるじゃないですかでそこに戻ることによって「あのこれはこうだったよね」とか「こここうだよね」っていう昔の話も実際しながらそんなコミュニティも実際できるような場にもなるんじゃないかなと思いますので是非ねそこは僕も実現していただきたいなってこうやって思ったりはするわけなんですけど、まあ、今そのショップを出したいとっていうようなこととあと、まあ、この番組がですねあのリスナーの方の「あなたの一歩」ラジオに実際になるんですけど、うん、あの聞いてらっしゃる方っていうのが。 あの一歩踏み出しにくいとか一歩踏み出したけど、うん、うんなかなかとかそういうふうな人たちが実際多いと思うんですけどその方々にどうやっていったら、まあ、成功というか一歩いけるかとかなんかいろいろ両さんのこう体験を持ってなんかアドバイスがあるとするんだったらどんなことでしょうかうん、まあ、それこそ本当に勇気出してもう昔前親のよう石橋を素早く叩いて渡れて。 素早く叩いて渡れ、はい、もう割れ,割れた瞬間に足上げるみたいなそんなことできるんかいって話なんだけど、はい、もうチャレンジするしかないですよねうんかだから商品作りもそうなんですよ、はい、今ある商品はあの売れてますけど、うん、その鍵にはたくさんありますから殺してる商品は、うん、要するに売れなかった商品ね、はい、やっぱブラックな時の時代っていうのは商品作っても売れないんですよ、うんうん 自己満足なんで利己的にしか作ってないからやっぱり利他的に作らないとやっぱ受け入れられないですよね。挑戦するしかないんじゃないですかね。で結構周りがそういう姿を見て支えてくれますよね家族とか一番は家族ですから一緒に働いてる人とか経営者仲間ですか。はい だサポートしてくれますよね,な,んかねんなるほど。だチャレンジとにかくチャレンジプラスあとはその利他の心になりますから利己的に考えるんじゃなくて利他的に考えて、えー、<ー>自分が作りたい商品というよりも人が求めてる商品であったりとか人が求めているサービスっていうことを実際やっていくっていうことが大事っていうことになりますかね。 そうですね、うんうん、利己的でもいいんだけどやっぱり反省することですよね、うん、やっぱり毎日稲森さんもいつも毎日反省するって、うん、夜眠る前に「神様ごめんなさい」って大き,大きい声で言うっていうんかピュアだなこの人とかでもそれってなんかすごく大事な、うん、反省しないんですよ、うん、人って、うん、スルーしちゃうでしょ、はい、なるべくしたい。 本当はする反省すればいいんですよ。うん、毎日じゃなくて毎日は本当は反省した方がいいんだけど、はい、そうするとどっかでリセットされるんですよね、うん、僕、あのー、5年ぐらい前かな稲森さんに一度お会いさせていただくことがあってあそうですか,、はい、あのでかい会場の中で、まあ、なんかね仏な顔してますけどこの人絶対昔怖かっただろうなみたいなすんごいオーラをまとってらっしゃる方だなと思いましたけど、うん、反省。 痛いな、今回。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、りょうさんあの、これ、笑ってい,いとも方式なんで、うんえー、次のゲストさんをどなたかご紹介いただきたいっていうことなんですけども、どなたご紹介いただけますでしょうか。ああ、そうでしたね。絶対忘れてたでしょう。<laughs> はい、言っといてください。どうしよう。あそっか、林,林さんか、上村首相の社長。はいはい な中,<ん>中田と林話してないけど。<laughs> 話してないけどっていうのはこれ流れるからね、お願いしますね。多分大丈夫です。多分、はい、じゃあ、あのー、貝村祥三の。 林さんはい、はいえー、ぜひご紹介頂い,いて、えー、皆さん今日はあのー、お聞き頂きましたありがとうございましたう、えー、さんまたこれからちょっとまたねこの番組じゃなくてまた別でもお話なんかお聞きして今度は飲みながらでも、えー、と流せればないいかなとかで実際思ってますので、はいえー、よろしくお願いします、はいえー、皆さん、えー、といかがでしたでしょうか今日は、えー、と赤さんのざまみりょうを えー、お迎えしてお届けさせていただきました皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございますじゃあ皆さんまた来週お待ちしておりますバイバーイ失礼します